ウェルター級スペシャルワンマッチ72キロ以下、信原空選手対樋口武弘選手の試合に出場されます。樋口武弘選手のインタビューを始めていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。いよいよ明日となりましたが、今の心の心境を教えてください。心境、もうこれ絶対負けれないですね。負けちゃうと、もう自分終わりなんで。なるほど。大きな気持ちを持って。そうですね。はい、わかりました。オーディションでは寝技ありというお話だったと思うんですけど、キックルールになってそこに思うことはありますか？特にないです。同じなんで、もう。なるほど。何でもいいんで、自分は。もうお互い、OK ということで。わかりました。オーディションの時の迫力と、オーディションの裏側の時のギャップ、ちょっと謙虚さとかが見える映像が YouTube に残ってたんですけど、実際にこう緊張したりとか、今日の会見も緊張したりしたことありましたか？緊張はそうですね、するんですけど、はい、結構自分なんか Twitter とかでいいやつだいいやつだって言われてるんですけど、全然いいやつじゃないんで自分。なるほど。はい、強い自分を見せていきたいと。もう全然そんなんじゃないんで。わかりました。じゃあですね、明日の試合どのように見せたいか決まっていますか？そうですね、もう圧倒して勝ってやろうかなっていうのと、うん、あと YouTube 見たんですけど、朝倉海うざいっすね、あいつ。なんか信原勝たせるとか、ね、あとあのガキ。朝倉海超うざいっすね、あいつ。仲良かったんですけど、あいつなんかうぜえなと思って。すげえムカつくんですよね、朝倉海。弟の方っすね。はいはい。あいつなんかすげえムカつくんだよな。まあ、空選手を今鍛えてるということで、同じ、ね、なんか舐めてんのかなと思って。前回西谷君の時も兄貴舐めてましたけど、兄弟なんか、ね、舐めてんのかなっていう。わかりました。ちょっとイラッとしました。はい、海選手に対してのフラストレーションも持って明日戦うということで、わかりました。では改めて明日の試合の意気込みをカメラに向かってお願いします。そうですね、もう負けたら終わりなんで、死ぬ気で勝ちいきます。よろしくお願いします。応援お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。